に上げていったらいいのかなっていうのが私の課題だったんですけども、これなら大丈夫だなっていう自分に自信をつけて販売したっていう流れですね。高額にしてもすんなり受け取っていただいたっていう感じです。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は引き寄せコーチの直美さんが入学12日間で105万円の売り上げを上げられたその秘訣についていろいろお伺いしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ご職業は引き寄せコーチという形で発信されていて、ご入学のきっかけを教えていただけますでしょうか。インスタでこの1年間集客セールスやってきたんですけれども、インスタを使って条件っていうことを目指したいなと思っていた時に、インスタで北野社長にお会いしまして、1億自分で稼いでいてちゃんと教えてくれる人はいないかなと思って勉強会に行って個別相談をさせていただいたという流れです。今からね3週間前ぐらいにご入学いただきまして、そこからのね変化がすごいというところなんですけども、まずご入学前の状況、いくらぐらいの単価で販売をしていたのかであったりとか、その時に課題に感じていたこととか教えていただけますでしょうか。以前は講座時代を36万円で販売していたんですけれども、単価をアップさせたいなっていう、月収を上げていきたいっていうのが目標だったんですけども、どのように上げていったらいいのかなっていうのが私の課題だったんですけども、北野社長にコンサルしていただいて、プロフィールから全てを訂正していただいたっていう感じですね。36万円から45万円にね、実際に大幅に10万円ぐらい値上げをされたということで、実際その値上げをして制約率的に言うとどうですかね。普通だと結構下がるって思いがちな人多いんですけども、入学した後にマインドセットの費用があるんですけれども、それを先に見させていただいて、セルフマインド上げて、そこから組み直して、これなら大丈夫だなっていう自分に自信をつけて販売したっていう流れですね。入学してから最初に見ていただく10本のマインドセット講義っていうのがうちの集客学科のコンテンツサイトにね入ってるんですけど、実際にその値上げできるかどうかってセルフイメージ的な部分がね、ものすごいやっぱり絡んできますので、それを見ていただいて値上げを自信を持ってしていただいて、36万か45万円値上げをしてもお客様の方から商品を買いたいと言って、しかも100万円ぐらいするっていう風に、まあ高見えブランディングができていて、意外と安いですっていうので45万円でも商品が売れているっていうねところで、なぜ成果が出たのかっていうちょっと秘訣をねより詳しく聞いていきたいと思うんですけども、入学後にマインドセットの講義を見ていただきまして、そこの後の流れとしてはいかがでしょうか。マインドセットの流れを見て、誰がやっているマインドセットを見るかによって変わるんだなっていうのをすごく感じたんです。実績がある北野社長が喋ってること、そして私が脳科学が大好きで脳科学の講座をしてるっていう観点からいくと、北野社長が喋ってらっしゃる内容が自分の中にドンピシャにはまったというか、ちょっとずつそうだよなそうだよなっていう確認ができて、見終わった後にマインドセット、自分のセルフイメージがずっと上がってるっていうのを確認できたっていう感じですね。あとは到達度チェックシートもね、入学前に初回コンサル後に見ていただいたということで、そこで今の現状をまあ把握していただいて、そこから構築していって、今回まあインスタグラムからライブ見ていただいて、 LINE から個別相談ってお申し込みいただけたということですけど、ご入学何日目ぐらいで売上が上がった感じでしょうか。入学後9日目で45万円の口座が売れまして、翌日10日目も45万円の口座が売れて、12日目に15万円の基礎口座が売れたという感じです。すごいですね、この3日間だけで105万ぐらいね売上が上がっていってしかも入学12日目っていうところでね、しかも10万以上値上げしてるにもかかわらずっていうことで、ちなみに3日目に売れたこの15万円のサービスというのはダウンセル商品ですよね。そうです、はい、トータル105万円という形になるわけですけども、実際今ねちょっとこちらに直美さんのインスタグラムを、ね、表示させていただいているんですけども、コンセプトとかもですねがっつり全て初回コンサルで変えさせていただきまして、覚醒脳のスペシャリストっていう形で、脳科学っていう形で専門性をねより強く打ち出していって、旬でお金を引き寄せる覚醒脳の作り方っていう形で、プレゼンタイトルは眠れる意識を覚醒させる引き寄せ脳の作り方徹底解説マニュアルという形で作らせていただいてから、インスタライブを実際していただいたっていうところがね大きかったかなと思うんですけども、ライブの最後で LINE とかに誘導して、そこからまあ個別相談に、ね、来ていただいて、今回何名個別相談に来て何名ご制約いただけたっていう感じでしょうか。3名個別相談に来ていただいて3名とも制約していただいた。制約率 100% っていうねところですよね。値上げしても制約率 100% ということでね、まあ、それもめちゃめちゃすごいわけですけど、結局売上を上げるためには LINE の配信だったりとか、お客さんに提案するときの営業プレゼン資料っていうのが結構ね重要ということで、そのあたりもね詳しく聞いていきたいと思うんですけども、まずLINE に登録した時のプレゼント動画っていうところも変えられたっていうところで、そのあたりもちょっと教えていただけますでしょうか。入学する前に北野さんを知った時に、北野さんの LINE に登録したらプレゼント動画が来たんですけども、こういう風にしたらいいんだと思って、個別相談の前に北野さんの動画を見て真似して作ってみました。これを LINE に入れて、今までやってた LINE の流れを変えてみたという感じですね。最初にプレゼントを渡していったんですけれども、そのプレゼントで満足して個別に入るっていうことがなかったんですけど、ここを変えただけで個別に入るっていうことが起きました。 LINE 登録してからの10分15分ぐらいのローンチ動画を見て、そこからすぐ個別に来てくれるっていうね流れをね作れているという
ということで、今の時代って LINE 登録したら1通目でみんなプレゼントをバッと送っちゃう人いるんですけど、それはあんまり良くなくて、プレゼントを渡す前にローンチ動画を先に見てもらうっていうことをしないと、そこでいかに見てもらえるかでその後の制約率がものすごく大きく変わってしまうっていうね、はい、ところがありますので、このローンチ動画の台本とかね、スクリプトとかもうちのスクールの学科でありますので、それを見ながらね、まあ、作っていただいてるわけなんですけども、個別相談に来ていただいてからお客様に最終的に商品を提案していく流れとしては、よくあるのが個別相談の当日にすごい親身になりすぎちゃって逆に満足してしまって売れないっていうね、普通に悩んでいらっしゃる結構スピリチュアル系の方とかもね、心理系のカウンセラーの方も多いと思うんですけど、そこに関してはどういった流れで商品提案まで進めていかれた感じですか？まず相手が今どういう状況か、何の悩みがあるのかを聞いた後にですね、こういうことだからこういうことが起きてますねっていうことを言いながら、そうするとその解決策を知りたいですって言っていただくので、資料を出させていただいて、そこに脳を絡めて、だからこういうことが起きてるよっていうのを話すことで解決したいっていうふうに思っていただくっていう感じですね。ただのアドバイスではなくて、気づきをねお客様に与えることができているからこそ、今起きている全ての根本原因は実は脳にあります。で、それをしっかりと変えていくための講座がこちらですっていう流れで商品提案に移れることができているということですね。そのプレゼン資料とかも一部結構改善されたというふうにおっしゃってたと思うんですけど、うちの学科入学されてからプレゼン資料もどういうふうに改善されましたか？金額を上げていくにあたって、今までの講座の中身をもっと深くしようと思って、プレゼン資料を脳科学の専門性を打ち出した形で、今までちょっとスピ寄りだったんですけど、それを脳科学を前面に出したプレゼン資料に変えたところ、高額にしてもすんなり受け取っていただいたっていう感じです。体系化した脳科学っていうのをメインに打ち出したっていうところがね、一番大きかったかなっていうところで、専門性を強くして、今日もねいろいろちょっとポイントをお伺いしてきたんですけど、まとめるとまずライブですね、インスタライブで信頼関係を構築し、 LINE でしっかりとローンチ動画を見てもらい、そしてそこから個別相談に来てもらった時に気づきをしっかりと与えていきつつ、しっかりとその商品提案は自分の強みだったり、まあ、専門性を打ち出していくプラス、他の人たちと自分のサービスは何が違うのか、そういう他者比較とかもね、そういったところを伝えていくことで高単価でも売れていくね仕組みが作れるということですので、そういったあたりもねご参考にしていただきたら嬉しいなと思うわけですが、最後ですね、今後のさらなるちょっと展望や目標というところもちょっとお伺いしていきたいんですけども、300万500万っていうところを目指したいと思っていましたので、入って9日目で今までの自分が超えられなかった壁をあっさり超えることができたので、それをですねさらに飛躍させて300万500万っていうのを月賞ですねできたらいいなと思っています。今12日間で105万ということなんで、まあ、このペースでね今年中には月300、500とかね売り上げ上げて、またぜひね実績の声第2弾もね取らせていただけたらと思いますが、はい、これからまあさらにね SNS やライブを使って、まあ、一歩踏み出していきたいっていう方に向けてもですね、最後何か一言お声があればですね、ちょっとメッセージをいただけたらと思うんですが、今回北野社長の講座に入った時に、まず何からやって効果が出る方法っていうのがあるんだなっていうのを、私は LINE 構築っていうのができなかったんですけど、そこもなぜこのローンチ動画が必要なのかとか、ここをちゃんと分かって、その通りに自分が行動していくと結果につながるということが分かってきて、高額商品でもあっさり売れるということが短期間で分かりましたので、ぜひ皆さん SNS で結果を出したい方は本当におすすめです。ありがとうございます。直美さんのインスタグラムと LINE の URL も、ね、概要欄に貼っておきますので、ぜひこちらもね LINE の配信とか、そのローンチ動画どういう風に作ってるのかっていうのもとても勉強になると思いますので、こちらもぜひ、ね、皆さんチェックしてみていただけたらなという風に思います。ということで本日はねお時間いただきました。本当にありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した、月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめた、こちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。四つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍、そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り、自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。